はい、どうも、久しぶりでーす。今回なんですけども、以前紹介したこちらの、プロコン。このプロコン、実は両方ともなんですけど、スイッチの方で紹介させてもらったんですけど、スイッチ以外でも使えちゃう、プロコンなんですけども、主に、Windows、スイッチ、Android 系と、あとは iPhone 系、iOS と対応。今回はそのつなぎ方、実際にスマホにつなぐ時のコツみたいな、つなぎ方のポイント的なやつと、あと実際にスマホに入れたゲームでプレイしてみるっていう感じのことをやってみたいと思います。で、大体共通している操作方法として、基本的にはつなげるとき、スマホにつなげるときは、ホームボタンと A、それからホームボタンと B になります。スマホにつなげる場合は、スマホ、まあ要するに Android ですね。Android とかにつなげる場合は、ホームボタンと A ボタン。で、iOS につなげる場合は、ホームボタンと B ボタン。これでつなげていきます。Android の場合は、ホームボタンと A ボタン。iOS につなげる場合は、ペアリングする場合は、ホームボタンと B ボタンでつなげていきます。実際にやっていきたいと思います。一応2台用意してるんですよ。以前紹介したゲームサー T4 Pro、 それからこちらのサイコエースのプロコン、こちらの方でやっていきたいと思います。ブルーピクセルをゲームサーでつなげていきたいと思います。サイコエースの方を iPhone の方につなげていきたいと思います。で、注意点としては、一応これゲームサー T4 Pro の場合は普通の任天堂系のプロコンのボタン配列は違うんですよ。ゲームサーの場合は Xbox のボタン配列と同じになってるのかな。 ABXY、 ここはね、下が A で B、 横が B、 XY っていう感じの配列になってます。普通に Nintendo のスイッチとかの配列、ボタン配列だと ABXY、 A がね横に、で B が下に、上が XY っていう感じになってます。つなぎ方のポイントとしては、両方とも Android、iOS とかパソコンとかにつなげるんですけど、共通して言えるのは、その表記のボタン通りを押していけば大丈夫です。基本的にはボタンの位置が違うだけで、 Android にはホームボタンと A ボタン、 iOS はホームボタンと B ボタン、パソコンは、ホームボタンと X ボタンっていう感じになります。基本的にはボタンの配列が違うだけで、その表記の通りのボタンを押していけば大丈夫っていうことになります。ちょっと Android の方やっていきたいと思います。Android の Bluetooth。Bluetooth をオンにしといて、デバイスとペアリング。この状態で、ホームボタンと A ボタン。まあデバイスね、読み取りができると、ゲームサー T4 Pro、 このように文字が出ます。これを押します。ペア設定します。このようにゲームサー T4 Pro、 これが接続されました。こんな感じでとりあえず動いてますね。こんな感じでコントローラーで動かしてます。なんかでっけ。一応ね、スマホ側に、接続されてるんで、こんな感じでボタン、ここに、ね、横に、ね、A、ここに B とかっていう感じで、ちょっとピントが合ってないかもしれないです。一応表示されます。 A2 回押さなあかんっぽいな。はい、こんな感じでプレイされていきます。シューティング系はまあこんな感じですね。アスファルト9ね、やっていきたいと思います。
こんな感じで、とりあえずね。ちょっとコントローラーの操作にちょっと慣れる必要はあるかもしれないですけど、うん、ちょっと、うん、慣れが必要かなとは思います。なんじゃこりゃ、どういう状況だこれ。両方挟まれてしまった。まあこんな感じに、こんな感じにね、こういう感じのプレイもできると。吹っ飛んだ。ゲームプレイ終わったら、ホームボタン長押しで電源を落とすことができる。これで解除されます。続いてはこちらの iOS の、iPhone の方やってみたいと思います。はい、とりあえず iOS の方で繋げていきたいと思います。ポイントとしては、Bluetooth 設定開いといて、ペアリングしていきます。iOS の場合は B、ホームボタンと B ボタン、長押し。長押し。たら iOS のデバイスの方でこのように Xbox ワイヤレスコントローラーって出るんで、これを押します。接続完了すればこのような感じで点灯します。それまでは点滅してると思うんですけど、点滅が点灯に変わって Xbox ワイヤレスコントローラー接続済みになりました。めんどくさいですね。ドリフト操作的なのもできるんですね。とりあえずね。じゃあこちらも多分シューティング系やったっけ。とりあえずやってみたいと思います。どっちかちょっと初プレイですね、これ。よくわかんない。どうやって飛んだ今。飛び方がわかんねえ。
待って、ちょっとよくわからん。やばい、俺やられそう。ちょっとよくわからん。わからんけど、まあまあできんこと、ゲームはできんことないです。まあこんな感じですね、とりあえず。ちょっとシューティング系が思ってたより難しかったっていう感じで、とりあえずね、実際にプレイしてみました。こんな感じですね。基本的な繋ぎ方は、Android 端末だと A、ホームボタンと A、iOS だとホームボタンと B、パソコンなどに接続にはホームボタンと X という感じになります。まあ、基本的には、その対応しているゲームであれば、基本的に大丈夫です。ただ、ネットで記事とかあるんで、もう、あるのもちょっとね、ちょっと古くなったりとかすると、対応できてたゲームが対応されなくなったりとかっていうのがあるんで、まあ、対応というか、ゲームをプレイする際は、一応、対応しなくなってるやつは使えないんで、ちょっとご注意。で、探し方、ポイントというか、探し方もあって、今回はプロコンをスマホにつないでプレイしてみました。あとね、つなぎ方を軽く解説してみました。参考になったら幸いです。ちなみにこちらなんですけど、このチャンネルでは基本的には任天堂とかの任天堂スイッチの、ワイヤレスプロコンのレビューだったりとか、ワイヤレスイヤホン、ゲームとかで使えるようなイヤホンのレビューだったりとか、あと周辺機器のレビューとかも、やっておりますっていう感じですね。基本的にはプロコンのレビューばっかりやってるかなっていう感じはしますけども、っていう感じで、まあ今回は終わっていきたいと思います。それではまた。